うひょー。まさか、サヨタン、これこのまま俺の額に。さっきのゴツッとしたのは洗面器の底か。熱の時には氷を額に乗せて体温を下げるとメイさんに教わったのです。だからって普通直接は乗せないだろう。冷やした手ぬぐいでもあればよかったのですが、あいにくと適当な布が。さすがに雑巾や服というわけにもいかず、メイさんに電話したら氷を使えばよいと伺ったものですから。ちゃんと寝てなきゃメイですよ。お兄ちゃん、また熱が上がっちゃいますよ。メイさん、電話で言われた通りにしたのですが、どうも違うみたいです。だから直接じゃねえんだって。くそ、咳が。もしかして直接乗せちゃったの？ゴムの枕に入れるとかそういうつもりだったのよ。おでこに貼る冷却剤買ってきたから、もう心配しないでね、さよお姉ちゃん。すいません、至らぬことばかりで。元気出してお姉ちゃん。お薬をお兄ちゃんに飲ませたいから、その前にお粥を作ってほしいの。はい、名誉挽回、頑張ります。ちょっと待て、本当にお粥なんか作れるのか。メイちゃん、すまねえけど、お粥はメイちゃんに頼んでもいいか。どうかしたのですか？ああ、いや、その、塗る風邪薬とかの方が簡単だろ。そうですね、さっきも失敗しましたし、大事をとって。じゃ、メイさん、お粥の方お願いしてもよろしいでしょうか？うん、じゃあ待っててね。これで一安心。何か言いましたか？いや、なんでもねえよ。熱が出てちっと関節とか痛いだけだ。じゃあ塗り薬を差し上げますね。動かないでください。説明書によればここで。間違ってはいませんか？ああ、だいぶ楽になってきたぜ。サンキュー。すいません、私が物知らずのせいでいらぬ負担をかけてしまって。気にすんなよ、わかんないことなんかいっぱいあるさ。サヨタンは一生懸命頑張って看病してくれてるのにな。おかゆできたよ。ありがとな。じゃ、いただきます。これうまいな。熊本風なのです。お口に合ってよかったの。へえ、熊本風がほんとうまいよ。これ食欲はあるみたいですね。よかった。ご飯を食べられたんなら体力のあるうちに病院に行った方がいいと思うの。ああ、そうだな。飯食ったら少し楽になったし、今のうちか。行きますか？そうしとくよ。病院は空かないけど、こんな調子じゃたまんないからな。では、お手伝いします。肩を貸しますけど、
立てそうですか？なんとかな。とりあえず道はわかるから、一番近い病院に行くぜ。じゃあ私はお留守番してるね。探偵さんには事情を話しておきます。うん、サンキュー、ありがとな。あり、昔から俺ってなんかいきなり体調崩す時があんだよ。そうですか。最近はそんなこと全然なかったんだけどな。そうですか。なあ、重いだろ、一人で歩けるって。何言ってるんですか、こんなにふらついているのに。なんでそんなに麦になってんだよ。なあ、やっぱり。私がしたくてしてることだからいいんです。いいんです。ああ、ありがとな。私の責任でもありますから。あのプールで会った方、元気な方でしたね。まるで子犬みたいでした。レイのことか。レイさんです。今まで周りにああいった方はいなくて、ちょっと気になったんです。見ての通り学校の後輩、昔から懐かれてるんだよな。学校ですか。今まで通う機会もありませんでしたから、よく知らないんです。私も行ってみたかったですね。行けるさ。え、そのうち行けばいいじゃん。俺でよければ一緒に行ってやるよ。よろしいのですか。うん、この風邪治したらな。すまねえ、待たせたな。どうでしたか、お医者様は。なんと。ああ、なんか夏バテじゃないかって。点滴打ったら嘘みたいに熱も引いちまって。あなたも人騒がせですね。ありあり、心配かけちまったな。こう、どうしたの？お見舞いじゃないみたいね。珍しく昔みたいに熱でも出たのかしら。うん、そうなんだよ。月子こそ大丈夫なのかよ。こんなとこフラフラしてていいのか。今日はすごく気分がいいの。今はこうの方が病人みたいよ。大丈夫なの？あの、光太郎さん、こちらの方はどなたでしょうか。あ、ごめんなさい、自己紹介が遅れたわね。私は城島月子、光太郎のお姉さんよ。違うって、妹だよ。い、も、う、と。もう、こうは黙っててよ。あなたはこうに付き添ってくれたのかしら。ダメな弟でごめんね。結城小夜と申します。光太郎さんにはいつもお世話になっております。
あのサヨさん、コウから話は聞いてるわ。こんな弟だけど仲良くしてあげてね。なあ、だから月子、俺の方が年上だって言ってるだろ。もうこうったらそればっかり。ところで、あのってどういうことでしょうか。私のことをどう話してるんです。あのね、こうったら、そうだ、学園祭のチケットを2枚もらったんだよな。どうだ、一緒に行かないか。学園祭か、楽しそうね。学園祭とは楽しいものなんですか。楽しいけど、なんでだよ。何を祀る神事なのですか。ありゃ、もしかして勘違いさせたかな。いや、そういう難しいんじゃなくて、みんなでパーッと一日学校使って騒ぐんだよ。はあ、こうってば、サヨさんはちゃんとした巫女さんなんでしょ。その説明じゃかえってわからないわよ。神事としての祭りじゃなくて、それに伴う神楽や宴会が独立したものも俗説的にお祭りっていうの。このみんなで集まって遊んだり騒いだりする方のお祭りの一種に学園祭があるの。よくはわからないのですが、それは巫女である私が言っても問題のないものなのでしょうか。大丈夫だと思うわよ、私は。学園祭じゃみんな趣向を凝らして出し物とかやるんだ。お化け屋敷とかアイスキャンディー屋とか、体育館で劇やったりさ。それは楽しそうですね。サヨさんと行ってきたらどう。いえ、私は別に。楽しそうだとは思いますけど。どっちにしろ誰か誘おうと思ってたんだ。月子が外出できるなら一緒に行くか。いい加減姉離れしなきゃダメよ。いえ、せっかくですから兄弟水入らずで行ってきてはいかがでしょう。だってサヨさん楽しそうにコウの話聞いてたから興味はあるんでしょ。なあ、せっかくだから3人で行かないか。誰か1人だけ留守番なんて寂しいじゃん。でもチケットって2枚しかないんじゃないの。コウが自分でそう言ったんじゃない。そうですよ。ですからお二人で行ってこられたらよろしいんじゃないかと。いや、無料チケットが2枚なだけだよ。残りは小銭出して当日券買えばいいんだ。こうったら、そういうことは早く言いなさい。昔からそういうところが直らないのよね。仕方ないだろ、最近行ってないんだからさ。さよたんも来るだろ。そういうことでしたら。でもそれならメイさんも誘ってあげませんか。喜ぶと思うんですけれども。お、いいこと言うじゃん。じゃあメイちゃんも誘って4人で行くか。ねえこう、メイちゃんって前に話してくれたお手玉の上手な。そう、フミコたんちに居候してる女の子だよ。きっと月子も気に入るぜ。そっか、それは楽しみね。お出かけ久しぶりだから何着ていくか悩むな。はしゃぎすぎて熱なんか出すなよ。俺だって楽しみにしてるんだからな。よ、どうだい。いろいろと分かりました。
困った状況です。さて、悪い話でも聞こうかな。はい、源之丞さんと三好さん、それと新霊長の資料で事態を絞り込めました。まず一連の噂です。これが変化してきてます。変化？七夕の夜か。はい、話はそうこうするとこうです。過去の暗い記憶が七夕の夜、暗黒の月を昇らせる。過去の暗い記憶に殺された人たち、過去の暗い記憶を恐れる人の気持ち、それが暗黒の月を昇らせると。だがキムさんよ、どうして七夕なんだ。前の事件の時は時間指定なんじゃなかったの。そこは私も新霊長も悩みました。結論として、今回の陰謀、その目的地帯の違いです。高行や明星ちゃんが言ってた件か。おそらく今回の目的のためには以前と同じあり方ではダメなんです。いや、もしかしたら彼らのやり方では十分な丈の魔術が達成できないのかもしれません。だから彼らは人の力、噂だけでなく時間の力、精神のそれも借りようとしてる。これが私と新霊長の推論でした。精神？なるほど、それで七夕なわけだ。そうです。さらに地帯は複雑になっています。おかしい部分があるんです。どういうことだ。人の心の闇、過去の記憶、思い込み、広くは噂や無意識さえ、中国の陰陽思想では陰の領域と考えます。そして陰と陽はそれぞれ露呈します。陰極まれば陽生じ、陽を極まれば陰生ず。これが基本です。今は夏、陽です。流血や忘却、これも陽に属します。この地形、一見すると陰が大量に絡んでいるようですが、実は陽の因子の方が多いくらいです。さらに陽数である7が重なる7月7日、この日は陽の因子が最も重なり、莫大な陰を発生させることができます。推理としては分からんでも、しかしそれのどこがおかしいんだよ。最初あまりにも大きな穴なのですっかり見落としていたのです。今の7月7日は新暦と呼ばれる太陽暦での暦計算になります。新暦となってますから、七夕と呼ばれた本来の七夕とは実は日数が異なるのです。精神の力の計算は本来は旧暦で行うもの。そして旧暦の7月7日は8月になってから、計算にズレが生じるのです。